ラスコー洞窟の壁画洞窟壁画は、通例では、有史以前の洞窟や岩壁の壁面及び天井部に描かれた絵の総称を言う。現存する人類最古の絵画である。壁画は4万年前の後期旧石器時代より制作されている。これらは、社会的に敬われていた年長者や、シャーマンによる作品であると広く、一般に信じられている。 ヨーロッパ人が最初にマグダレニアン文化の壁画を偶然にも発見したのは1879年のスペイン・カンタブリア州にあるアルタミラ洞窟でのことで壁画は学者からいたずらだと考えられた。しかし近年の壁画への再評価や発見数の増加は壁画の確実性を冷凍し基本的な道具のみを使用して壁画を描いた後期旧石器時代における人類の 高レベルな芸術的手腕を示している。さらに、洞窟壁画は、その時代の文化や心情を表す貴重な手がかりを、もたらしている。多くの遺跡に描かれている壁画が制作された時代は、放射性炭素年代測定のような方法では、新旧の物質が混成したサンプルしか取れず、誤った年代の測定結果が出てしまうほか、洞窟や岩の土質部は長い年月を経て、 積み重なった岩屑で、害して乱雑しており、いまだに継続的な論点である。スペイン、ラスモネダス洞窟にあるトナカイの絵のように、選んだ対象によっては時代を指摘できるものもあり、この絵は、ウィスコンシン表記に描かれたとされている。最も古い洞窟壁画は、スペインのラパシエガ洞窟、マルトラビエソ洞窟、アルタレス洞窟の壁画で、約6万4千年前のものとされる。 最古級のものとしては、スペインのエルカスティージョ洞窟、インドネシアのマロス洞窟の壁画、フランスのショーベ洞窟の壁画がある。洞窟壁画の最も一般的な題材は、バイソン、馬、オーロックス、鹿など大型の野生動物で、他に、人の手形や、フランスの考古学者、アンディ・ブルイユにより、マカロニと呼ばれた抽象模様がある。人間を描写したものは珍しく、 通常それらは野生の動物を模した壁画よりも抽象的、外力的である。洞窟芸術はおそらくはオーリニャック文化期のドイツ、ホーレフェルス洞窟で始まったとされるが、頂点に達したのはマグダレニアン文化後期のフランス、ラスコー洞窟である。洞窟壁画の手形。画像はフランス、ペシュメルル洞窟。絵画は赤色と黄色のオード、赤鉄鋼。 二マンガン、墨で描かれている。時折最初に岩面へ、動物の輪郭を刻み込んだものがあるほか、石のランプが光を供給する。アンリブレイユは、当時描かれた壁画について、捕獲できる動物の数を増やすための狩猟の、まじないだったのではないかと解釈している。槍の的になっていたように見える、粘土像も見つかっていることから、この説は、ある程度真実味があるが、 この像は、ライオンやクマのような捕食動物の絵は何を表すかについての説明にはなっていない。より近代的な狩猟採集社会の研究に基づいた、最近の学説では、壁画がクロマニョン人のシャーマンにより制作されたと論じられている。その説によれば、シャーマンは、洞窟の暗黒の中でトーンし、トランス状態に入り彼らの想像力あるいは、 洞窟壁面自体から出る絵の概念で壁画を描いたのだという。この説は数ある壁画や対象の種類から考えれば幾分疎遠な説明である。また天井が高い大空間や音響の良い場所に描かれた壁画は、これらが洞窟に住んでいた集団の宗教的集会や歌や踊りなどのパフォーマンスの一部として使われた可能性もある。しかし、 旧石器時代研究にはつきものだが、物的証拠の不足や現代の思考力で旧石器時代の考え方を理解しようとすることから結びつく多くの間違いやすい点が原因でどの説が正しいかを判断することは不可能である。洞窟壁画は崖面にも描かれていたが侵食のために残っているものはほとんどない。よく知られている例の一つには フィンランドのサイマー湖周辺にあるアスツバンサルミの岩壁画がある。また近年でも2003年にイギリス、ノッティンガムシャー州、クレスウェル断崖で洞窟絵画が発見されている。以下は著名な壁画のある洞窟の例である。近年、壁画表面を覆う薄い石灰質を最新の年代測定法で調査した結果、洞窟壁画の一部が4800年以上前に、 書かれていたことが判明した。この計測が正しいとすれば、これまで最古と見られていた、小部洞窟よりも1万年近く古い。当時、ヨーロッパ大陸では以前として、ネアンデルタール人が優勢であり、人類はアフリカ大陸から移住し始めたばかりであった。そのため、ヨーロッパにおける洞窟壁画のいくつか、少なくとも、スペインのエルカスティーヨ洞窟の壁画については、 ネアンデルタール人によって作成された可能性があるという。一方、ヨーロッパ大陸に30万年間も生息し続けていたネアンデルタール人が突如として約4万年前から壁画を描き始めたとは考えにくいと否定的な見解を述べる研究者もいる。なお、約4万年前の時点でも人類にはすでに壁画作成の技術があったと考えられている。 以上の仮説はサイエンス史上において掲載された。南アフリカ共和国のお菓子ランバドラケンスバーグには一体に約8000年前から定住していた3人が動物や人間を描いたおよそ3000年前に制作されたと思われる壁画があり、それらは宗教的心情を表したものと考えられている。近年、ある考古学チームがソマリランドにある。 ハルゲーサ郊外でラースゲール洞窟壁画を発見した。壁画に描かれている絵は牛を崇拝し、宗教的儀式を行う、その地域に住んでいた古代の住民を表している。また、洞窟壁画は、アルジェリアの南東にあるタッシリナジェール、リビアにあるタドラットアカクス、メッサクセッタフェト、そしてニジェールのアエル山地とチャドのティベスティ山地など、 サハラ砂漠地方でも発見されている。オーストラリアでも重要な洞窟壁画が発見されている。その中でも特に、カカル国立公園には多くのオードの壁画がある。オードは土壌有機物ではないため、壁画の放射性炭素年代測定が不可能である。しかし、壁画の内容からおおよその年代や少なくとも時代は推測できる。この地域には、 ヨーロッパ人の小舟を描いた壁画もあり、古代から近年までの壁画が重なり合っている。タイやマレーシア、インドネシアにも壁画のある洞窟がある。タイでは、ビルマとの国境に沿った洞窟や急斜面、タイ中心部のペッチャブーン山脈、そしてナコンサワン県のメコン川周辺など、これらすべての地域で壁画を見物することができる。マレーシアでは、2000年前に描かれた、 国内最古の壁画がペラクノグは単文にあり、一方で、ニア洞窟国立公園のペインテッド洞窟にある洞窟壁画は1200年前のものである。また、インドネシアでは、スラウェシ島にあるマロスの洞窟遺跡に描かれている手形の壁画が有名で、カリマンタンのサンクリラン地域にある洞窟にも壁画がある。メキシコ、ゲレロ州にあるフストラーカ洞窟の壁画。 オルメカの支配者を表現していると言われている。メソアメリカでは、メキシコ、ゲレーロ州に、オルメカ文明の概念を表現した、洞窟壁画が押しユトティトランや、フストラーカなどで見られる。また、マヤ文明の遺跡にも、洞窟遺跡が多数知られており、そのうち、ロルトゥン、ナフトゥイニッチの壁画が著名である。ペリューの岩陰遺跡の一つ、トケパラホラーアナの壁画。 ペルー内高地にある意識段階の岩陰遺跡、トケパラの狩猟を表現した壁画やアルゼンチン南部のサンタクルス州のクエパデラスマノスの手形の壁画が挙げられる。後者は1999年に世界遺産に登録された。ありがとうございます。